年多発する洪水、前線の停滞や台風による豪雨など全国各地で発生する想定外の大雨。毎年のように河川が氾濫し大きな被害が出ています。いつ起きるかわからない洪水に対してどのように行動するべきか、その道しるべになるのが富山市洪水ハザードマップです。それではまず見方、使い方を見ていきます。ハザードマップはお住まいの地区によって縦長のものと横長のものの2通りがあります。まずは左側もしくは上側の大きい方の地図を見てください。基本想定と書かれたこの地図は30年から150年に一度程度の確率で発生しうる大雨によって起こる洪水を想定しています。浸水が想定されるところに色がついています。浸水の目安と照らし合わせて自宅がどのあたりまで浸水するか確認してみましょう。続いて右側もしくは下側の小さい方の地図を見てください。最大想定と書かれたこの地図は1000年に一度程度の確率で発生しうる大雨によって起こる洪水を想定しています。例えば神通川の場合、先ほどの基本想定のおよそ2倍の雨が降ることを想定しています。市では降雨予測などにより基本想定を対象とした避難情報の発令を基本としますが、基本想定を超える浸水状況を予測した場合、最大想定を対象とした避難情報を発令します。最大想定の地図には紫の斜線と緑の斜線に囲まれた区域があります。これらは氾濫による激しい水の流れにより木造家屋が流されたり地盤が削られ家屋が倒壊する恐れがある区域です。避難場所はこのマークが目印です。またハザードマップには避難場所のリスク情報を示しています。避難場所がある家屋とその名称、想定ごとの利用可能階、最大想定におけるリスクなどが示されています。校区内に限らず校区外の避難場所や親類、友人宅なども含め安全に避難できる複数の避難場所と最も安全な避難ルートを確認しておきましょう。ハザードマップでは状況に応じた5段階の警戒レベルと取るべき避難行動を示しています。警戒レベル3は河川の水位情報や降雨予測などに基づき富山市が高齢者等避難を発令した段階です。基本想定と最大想定のどちらかの想定を対象として発令されます。高齢者や体が不自由な方、小さいお子様など避難に時間がかかる方とそのご家族は危険な場所からの避難を開始してください。その他の方は避難の準備をしましょう。警戒レベル4は富山市が避難指示を発令した段階です。災害が発生する恐れが高いためこの時点で危険な場所から全員避難を開始してください。状況は刻々と変化します。行政の発令だけに頼るのではなく自ら情報を入手して危険を感じたら直ちに避難しましょう。避難行動確認フローに目を移しましょう。表示されている質問に上から順にはいかいいえで答えていくとあなたが取るべき避難行動が確認できます。基本想定と最大想定、さらに住んでいる場所によって取るべき避難行動は違ってきます。洪水は事前に情報を得て避難することで命を守ることができる災害です。この動画をきっかけに一度いざという時のことを考えておきましょう。